そう、シースルーにしてみたんだけど、珍しい時間ね。そう、いつもなんか3時とかにやってるから。お昼休み入ったとこ、あ、本当に？そう、よかった。すいません、突然で。本当？雰囲気違う？なんかね、今日ちょっと前髪シースルーにしてみたんだけど、下なんかちょっと眉毛がすごい濃く見えるんだよね。なんでだろう。なんかさ、眉毛、眉毛眉毛って。でも別にね、眉毛濃くないと思うんだよ。別に眉毛濃いわけじゃないと思うんだけど、なんかシースルーにしてみたらね、眉毛がね、前髪ない時よりも強調されて眉毛って感じしてるんです。そうなの、濃く見えるよね。なんか普通より、おでこ、普通におでこ出してる時の方が眉毛の主張優しいなんででしょう。おしゃれに見える、嬉しい。こんな感じで今日はやってみましたおしゃべり会もね、こうなんかいろんな髪型していこうと思うので、はい。というわけで、まあテロップにも出したんですけど、シャーベットピンク発売まで18日となりました。毎日ねカウントダウンしてるからね。今日はのえさんでしたね。はい、のえさんでした。そうなんです。そしてですね、来週の月曜日のサウンドスプラッシュさんに出させていただくことになりました。そうなんです、イエーイ。白山神社行きましたよっていう方が多いね。ありがとうございます。ありがとうございますって、別に私の場所じゃないんですけど私の場所じゃないですけどね。そうなんですよ。で、そしてですね、その来週の月曜日に出させていただくんですけど、なんとそこでついにシャーベットピンクの音源が初解禁になります。ついにですね。はい、来週の月曜日だから、何日なんだろう、今日が18だから17、16、シャーベットピンク発売まで残り16日でね、ついにシャーベットピンクの音源が公開になります。はい、すでにね、あのティザー映像の方で、まあなんとなくの雰囲気だったりとかはこう分かったと思うんですけど、まあまだね、メロディーの感じ、しかも本当にちょびっとだけだったから、はい、ぜひね早く聴いてほしい。月曜日が待ち遠しいですね、本当に。うん、これで口ずさんでも大丈夫。まだダメですよ、まだダメですけど、はい、もうちょっとですね。すごい楽しみです。で、私もそのラジオに生出演させていただくんですけど、ラジオがものすごく久しぶりなんですよ。そう、嬉しいですね、本当に。まあ、こうやってラジオで、なんだろう、ラジオに出させていただくことも本当にありがたいし嬉しいことだし、そこでねシャーベットピンク初解禁させていただくということで、本当にね嬉しいです。そうなの、なのでね、ちょっと久しぶりのラジオなのですごく緊張するんですけど、そうなんですよ。もじゃさん、関田さんもねいらっしゃるということで、覚えててくださってるかな、私のこと。なんかさ、やっぱり先輩方に比べたらラジオに出た回数も少ないわけで、私のことをもじゃさんは覚えててくださってるんでしょうか。そう、ちょっと心配ですが心配ですが、でもね楽しみです、本当に。久しぶりのラジオなので頑張りたいと思います。はい、そう、本当にシャーベットピンクね、歌詞も素敵だし、本当に曲が素敵なので、
早く聞いていただきたいです。でね、まあ、新潟のラジオなんですけど、あのラジコで県外の方も聞けるので、ぜひぜひ楽しみにしててください。めちゃめちゃいい曲なんですよ楽しみです。だからあっという間に過ぎちゃいそうな気がするけど、月曜日なんてね。ほんとで、そのねラジオにね出ることも私最初知らなくって昨日お家に帰ってきたら、なんかパパとママがラジオ出るんだって知ってるって言われて、知らないって言ったら、言った瞬間にピョンって連絡が来ました。そうなの。だからびっくりしました、うん、ちょうど同じタイミングで知ったそうなの。びっくりしちゃった。でも本当にね、あの毎日何が発表されるかわからないから、今日も何か起こるんじゃないかって楽しみですね。うんそうなんですよ、知らなかったパパとママの方が先に知ってましたね。毎日だからワクワクです、何が発表されるのかね。だから楽しみにしててください。今日何かあんのかな、わかんない、どうしよう。なんかさ、いつもさ12時とかにさ発表されるじゃないですか、配信中に。今日ね12時15分までやろうと思ってるんですけど、配信中になんか発表されたらどうしよう、知らない。あ、ちなみに今私は何も知らない。今日何かあるっていうのは知りません何かあるのかな今日って感じ配信中に何かあったら教えてください、ぜひわかりませんフリに聞こえる、本当に知らない。今日は私は何もないと思ってる。え、本当に知らない何があるんだろうなって感じです毎日。だってそうよ、月曜日じゃなかった、いつだったっけ、今週ちょっと過ぎるの早すぎて、あ、木曜日の朝ティザー映像が解禁されるって知らなくて朝配信してて、で昨日ラジオで音源が初公開されるって知らなくて朝配信してたんだから、私は本当に知らないんですよそう、本当に毎日当日の直前まで知らないことばっかりだから、だからまあファンの皆さんと同じドキドキ感を毎日味わっていますそう、毎日楽しみでしたから、うん、え、知らなかったのよ。そうなのよからね、楽しみです でもまあ自分が知ってる範囲でもまだ発表してないものもたくさんある。ただその発表がいつされるかは知らないけど、まだその発表されてないものもいろいろ抱えているのでね、それも含めて楽しみです。そう逆に知っててもいつ発表されるかが知らないから、あ、え、今日みたいな今日発表し、え、もうしちゃったの、じゃあもう告知していいみたいなことがよくある。
そうなの。だから楽しみですね。まあでも、まあ確かにそう、私口すぐ滑らせちゃうから、もうこの話終わりにするわ。終わりにします。はい、そう、それでね、もう本当に終わりにする。そう、それで私今日はね、お出かけするので、この後お出かけするので、今日はちょっといつものなんかお出かけの準備じゃなくて、お出かけの持ち物をね紹介したいと思いまーす。急に話を変えちゃう。お出かけの持ち物を発表したいと思います。傘忘れないで、ああ今日雨降るの忘れないようにします。今忘れますって言ってちゃった。忘れないようにします。ただちなみにさすがに傘まで持ってきてないんだけど、いつもの持ち物だったりとかカバンとかね、今日紹介したいと思います。はい、じゃあね、まずね、最近のお出かけに使ってるカバンをね紹介しようと思います。ね、4つある最近のお出かけの持ち物。日焼け止め4種類ぐらいありそう。それがね、私日焼け止め持ち歩く習慣が本当になくて、こんなに日焼けしたのにまだね日焼け止めを持ち歩く習慣がないんですよ。でちょっとカバンの中身が昨日のまんまだから、昨日はさすがに持ち歩いてたんですけど、あのね、まずはね、これ普段あのコンビニとかちょっとお出かけするだけとかの時は基本ちっちゃいカバン持ってるんですよ。そう、日傘はねカバンの中入らないの、そんぐらいカバンがちっちゃいんですよ。だから日傘は別で手で持ってるんですけど、そうカバンちっちゃいからね、いつもね使ってるのは、どれが一番ちっちゃいかな、あ、一個忘れたカバン、ちょっと一個取ってきますね。本当にあのマジで何にも入らないカバンあるんですよ。これだ、だだだだ、よいしょ。あのね、カバンいつもそのほんのちょっと出かけるときに使ってるカバンがあって、これがね私が持ってる中で史上最高にちっちゃい普段使ってるカバン。これね、お財布か携帯どっちかしか入らないんですよ。こんなんしか開かなくって。そうなの、だからこれ使うときはあのポッケがあるカバンじゃない、ポッケがある服だったら、あの携帯はポッケに入れてお財布をここに入れるみたいな。そう、可愛いのこれ、可愛いんだけど物本当に入んない。リップとお財布みたいな。お財布入れたら携帯入んなくって、携帯入れたらお財布入らないんですよ。だからあの大きいカバンとこれの時か、本当にポッケがある時はまあこれでなんとかなる。これがそう、ハンカチとティッシュとかね、そう必要本当に最小限しか入らない。これでも割と最近使ってるやつです。かわいいの、そう見た目じゃ完全にそうかわいいの。あとこれより一回りくらい大きくて、こっちだったらお財布と携帯入るよっていうのがこれ。これも割と使ってる。これはちょいと大きい、ほらちょいと大きいから財布と携帯入る。でもうちょっと荷物が多くて入らないなっていう時はこっち。これはちょっと四角だからまあ割と入る。え、そうなの、大して変わらん。そう、ほんとビビたる差ですけど、でも
お財布と携帯が入るのは大きいよ。どっちかしか入らないのと、どっちも入るのは大きい。大きいよ。だからこれ、そう。これさらにちょっと大きいから、まあお財布と携帯と、まあポーチぐらいなら入る。基本肩掛けが多いですね。結構、そう。荷物1個増えたらカバン変えなきゃいけないみたいな。でも基本は服に合わせて使ってて、そう。あ、もう1個ね、もう1個本当にビビタルさのカバンある。これはこれはママが20年前とかに使ってたカバンをもらったんですけど、これもね微妙なのよ。これはお財布と携帯はまあギリギリ入る。でもポーチを入れようとすると入らない。そう、なんか3つのうちどれか2個しか入らない。でギリギリここに携帯が入るぐらい。そうなの。そう、これはでも革だからちょっと、そう、雨に濡れたりするとあれなんだけど、でも服に合わせて、結構黒いカバンが多いから服に合わせていろいろ使ってます。そう、これすごいよね。20年前、ママからもらって。そうなんです、可愛いので使ってます。こんな感じで、これはまあ普段ちょこっとお出かけするくらい、メイク直しが必要ない時に使うカバンたち。もうこのカバンだったらメイク直し用のメイク道具たち入らないから。入らないんですよ。だからまあこの辺は本当リップぐらいしかメイク直しの道具いらないなっていう時はこれくらい小さいやつで、まあなんだろう、一押しは本当にね、でも全部同じぐらいの頻度で使ってるかな。これは割と新しくて、新しいし物が入らないのであんまり使う頻度ないんですけど、他の3つは割と同じぐらい使ってます。でね、もう1個、あのもうちょっとちゃんと物が入るもう1個物がちゃんと入るメイク直しが必要な時に、そのメイク直しのものが入るくらいの大きさのカバンはこれ。ほら、さっきよりものが入る感すごくないですか。リュックはあるんだけど、あのそういうおしゃれなリュックはあんまりないかな。そう、大きくなったでしょ。こっちはものがちゃんと入るんですよ。だからこっちはいろいろ入ってる。だからお仕事の時は割とこっちを使うかもしれないです。うん、カバン感出てきた。まあ普通くらい。そう、お仕事の時はねこれを使いますね。メイク直しが必要だったりするから。だから昨日の持ち物がこのまま、ちょっと昨日の状態で入ってるので、中身を紹介しようか。あのね、公演の時はもうがっつりメイクするから、あのすっぴんの状態で行ってあのメイクをするので、メイクポーチごと持っていくんですよ。だから公演の時はダッサいリュック使ってます。なんか高校の時に教科書入れてたリュックを使ってます。公演に行く時は、劇場公演の時はポーチが丸ごと入るやつで、あのこのカバンの時はあの家でメイクしてってメイク直しするくらいの持ち物の時。そうです。そうなの。なんか公演の時はレッスンシューズ入れたりとか、あの自分の着替えを、まあ、公演中衣装着てるから、その間着てる自分の服を入れたりとかするから、
割とそうですね、そういう時はリュック、ダサいボロボロリュック使ってる。もう最近公演ないからね、そのリュックも使ってないんですけど、ダサいボロボロリュックで、これはまあお仕事の時、あ、普段も使うんですけど、まあ、持ち物が多い時。荷物多そう。じゃあちょっと荷物紹介します。昨日の持ち物、昨日の持ち物紹介。昨日はでもあの日焼け止めをちゃんと持ち歩いてたんですよ。ほらスプレーと普通のタイプ、そうちゃんとちゃんと日焼け止め持ち歩いてて、普段は絶対に持ち歩いてない。そうだってさ、もうさ、そもそもさ、このカバンじゃ日焼け止め入るかな、ちょっと入れてみよう。そもそも日焼け止めすら持ち歩けないレベルのカバンだからさ。お、なんと閉まりません。閉まりません。あ、こっちならいけそうじゃない。お、入りました。スプレーの日焼け止めならまあ持ち歩ける。いけましたね。そうだからまあ普段のねカバンにはね日焼け止めがそもそも入らないからあまり持ち歩いてないんです。まあ持ち歩かなきゃダメですね。持ち歩くようにしたいと思います。そうなの。あとは昨日は謎のおしぼりそのまま。あとこれね、エコバッグちゃんと持ってますよ。これは100円ショップ、ほらこの、なんで私が100円ショップでこのエコバッグにしたかっていうと、もっと可愛いのが良かったんですけど、なんでこれにしたかっていうと、まあこの小ささでも入るから。そう、もう袋持ち歩かないとさ全部ね、そう100円ショップだからちっちゃい、小ささ重視で買いました。でもねこれカバンの中入んなくてもここぶら下げられるからなんとかなりそう。そうなのでカバンに入れてます。これからはまあ日焼け止めは持ってなくてもこれは入れとこうかなみたいな、やっぱ日焼け止めよりも持ち歩きやすい大きさだよっていう。そう基本なんかさ、もう持ち物がさだんだんバッグ中心になってきちゃうんですよ。全部ちっちゃくなっちゃうの。だからねお財布もちっちゃいの。これはね雑貨屋さんでね3000円ぐらいで買ったお財布だから全然いいやつじゃないんですよ。そう全部カバン基準になっちゃって、なんかあのもっとちゃんとしたお財布使ってたんですけど、そうちゃんとしたの使ってたんだけど、やっぱカバンがちっちゃくなるとともに使ってたのが長財布だったから、そう長財布だったからカバンに入らなくなって、そのちっちゃいお財布がね欲しかったんですけど、なんかあんまりいいのがなくって、だから二十歳の誕生日にはお財布を買ってもらおうってもうずっと決めてるんですけど、ちゃんとそういいお財布をね、いいちっちゃいお財布をお誕生日に欲しいなって思ってるんですけど、基本はもうこれ雑貨屋さんで買った、3000円もしないよ、もっと安かった、これいくらだったかちょっと忘れたけど、そうだからちっちゃい、そうだからちっちゃいお財布のなんかいいお財布を誕生日に買ってもらいたいなって思ってる。ずっとまだまだ先だけど、そうでもあれですね、基本さもうなんかお店のカードとかもなんかアプリでさあったりするじゃないですか、アプリでバーコード出てきてみたいな、だから基本なんかお店のカードみたいなのは持ってないです、持ち歩いてなくて。
そう、本当だから大事なカードとかしか入ってない。あとアプリとかでは持ってないようなカードとか。そう、ポイントカード系は結構もう携帯の中に入っちゃってるかな。そうなの。だからもうお財布もちっちゃくなったし、あとねこれはあのドラさんのね、名前が入ってるやつ、これドラさんの1周年の時にねいただいたポーチね、ちゃんと使ってて、もうなんかめちゃ黒ずんじゃっためちゃめちゃ黒ずんじゃったんだけど、これもちっちゃいお財布と同じぐらいのサイズだから、これならカバンに入るんですよ。そうだからこれはすごい使ってて、この中はなんかリップとか櫛とか何が入ってんだろう、赤紙とか、そうそういう系が入ってるから、基本なんか本当にこのまあちょっとこいこのあのお財布か携帯どっちかしか入らないカバンは覗きだけどあの他のあのちっちゃいカバンたちで出かけるときは基本この2個と携帯を持って出かけます。そう、本当荷物多そうに見えます。でももっとなんかカバン、やっぱさカバンがでかければでかいほど荷物がどんどん多くなるんですよね。だからカバンがちっちゃいときは本当必要最小限しか持たないから、これとこれだけです。あと携帯、それが入ればまあなんとかなるかなっていう感じ。そうで、お仕事のときはプラスこれがメイク直し用ので持ってます。これもまあ割と小さめ、この中にすごいぐっちゃぐちゃに入ってるこれはねもらった袋、お店の。他のメンバーもそんな感じ。え、どうなんだろう、わかんない。まあでもカバンがちっちゃいとそうなっちゃうよね。うん、まもなく正午。さて何かあるんでしょうか、私は知りませんけどね荷物が多いメンバー、誰だろうな。あーでもヒノとかめっちゃ多い。ヒノは多いですね。なんか常にリュックって感じヒノ多い。あとマシは、まあ、カバンによるんだけど、リュックの時は本当に何でも出てくるマシのリュックは何でも入ってる。普通にあの、まあ、これぐらいの大きさのカバンの時はまあそれなりの荷物だと思うんですけど、自分が使うものとかだったりするけど、その公演の時とかは、まあ、リュックで着てたりするんですけど、そのリュック本当に何でも入ってる。そうすごいよ。だからなんかあーどうしようあれないみたいな時は結構マシ頼っちゃったりする何でもある。そう、逆に私の、あそうなんですよ、だからね私充電器とかあんまり持ち歩かなくて。そうなの、まあカバンの中入んないから入れてないなんか結構さモバイルバッテリー持ってないと死ぬみたいなあるじゃないですか。あんまりなくって、私なんか充電、生写真持ち歩いてない。ファンの方は絶対持ち歩いてんのかな。そうなの、ペットボトルはこれならギリ入ります、500なら。
横にすれば。そう、充電器なんか携帯いつも私低電力モードで使ってて、逆になんか低電力モードじゃないと落ち着かないんですよ。そうなの。だからね、それでなのか分かんないけど、あんまりなんか一日で充電がなくなるみたいな時なくって、そのお出かけしてる時、まあ、お泊りだったりとか、まあ、公園、まあ、公園の時もあまり必要ないんだけど、でもなんかなんて言うんだろう、公園の時は公園の時のそのボロ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 リュックの中には一応入ってるんですけど、普段出かける時はねあんまり。そう、あとイヤホンは結構持ってるかもしれない。ちょっと今入ってなかった、昨日忘れてっちゃったんですけど、イヤホンは持ってるかも。うん、そう、本、うん、だから持ち歩いてなくて全然。充電ね、なんかでも私減るとすぐ充電しちゃう人なんですよね。いくつなら、なんかでも出かけてる時に充電がなくなってきちゃってっていうのだと、普段モバイルバッテリーを持ち歩いてないから、まあ、割とギリギリまで使ったりするんですけど、でもあれなんだっけ、残り 20% になりましたみたいな通知来ることあんまりないです。そこまで減ることがない。そう、でも家にいるときはもうなんか 70% くらいになっちゃったらすぐ充電にさせて、多分あんまり良くないんですよね。そう、多分なくなるならなくなってからちゃんとフルで充電した方が携帯の持ち的にはいいような気もするけど、なんか家にいるときは結構減り始めたらすぐ挿しちゃうんですよね、充電。早いよね、だよね、70はちょっとあれだよね。私もわかる。そう、でもまあ出かけてても20くらいにあんまりならないから充電器持ち歩いてないんですよ。家にいるとね、どうしても刺しちゃうんですよね。そうなの。しかも刺しながら使っちゃうの絶対良くないね。そう、分かっててもでもお家にいるとやっちゃう。そんな感じです。だからさ、たまにさ、なんかスクショとかさ、なんかスクショの画像みたいな送られてきた時になんかもう赤で 1% みたいな状態でスクショ送ってくる人とかいるじゃないですか。でもどういう状況みたいな、そんなスクショしてる場合じゃないでしょって思っちゃうんですよ。そういう画像が送られてきた時なんかさ、なんか 11% とか 2% みたいな、なんかもういや、そんな状態ならいいよスクショ送んなくてって早く充電に挿してあげてって思っちゃうんですよね。なんかたまにいません？すごいすんごい、もう充電ないじゃんみたいな状態の画面見ること気になっちゃう結構。そう、 1% の耐久レースやったことない私それちょっとまだやったことないですね。そこはなんだ、心配性じゃないけど、なんか切れたら嫌じゃないですか。そこはちょっとまだやったことないですね。いや 1% ね、長いって言うけどさ、言うけどやっぱ怖いじゃん、突然プツって切れたら。だからちょっとやったことないですね。なので普段、そう、もう普段だからそこまで充電減ることないから
荷物の数を減らしたいときは結構削っちゃいがちです、モバイルバッテリーは、うん、なんか新幹線とかね乗るときはさすがに持っていくんですけど、そうだから新幹線とか乗るときもこのちゃんと荷物が入るタイプのカバンで行ったりとか、もうそれか普通に大きいトートバッグで行ったりとかします。こんな感じです、私の持ち物は。メイク直しの道具もそんなに多くない、うん、あんまり多くないです。何ツイッター、あ、確かにいつも12日にねカウントダウンの写真載せてるよね。まだだったえ、そう、結構少ないです、荷物だから。まあカバンがちっちゃいからですかね。こんな感じでいつもは持ってってます、お出かけの時の荷物。ちょっと今度からちゃんと日焼け止めは持ち歩こうと思います。でも泊まりの時は逆に心配性で荷物めちゃめちゃ多くなりますね。だからあのキャリーケースなんていうの、そう、キャリーゴロゴロキャリーゴロゴロのは逆に荷物が多くなっちゃう。泊まりは怖い。そうパミュパミュ違う、そうなの。だからまあ普段さ出かけるときはまあすぐ家帰ってくるしと思って基本ちっちゃい荷物で全然行けるんですけど、泊まりはね大きくなります。虫除けスプレーも必要。さすがにでも虫がものすごいいっぱいいるところにあんまり行かないからまあいいかなって感じだけどこんな感じでした、私の荷物紹介。そんなに紹介してないまあでも荷物多そうに見えたみたいだけどそんなに実は多くないです、出かけるときは。ツイッター更新されないの、もう10分だよ10分だよ、意外と少なかった。紹介するべきものが少なく、まあまあでも普段持ち歩いてるのが本当お財布とそのピンクのポーチと携帯だからそんな感じですえ12時更新されないの。大丈夫かな。でもさ、なんか急にさカバンの中身チェックとかよくあるじゃないですか。そうなった時は結構汚くなってるかもしれない結構汚くなってる。なんかね、レシートとかね結構カバンの中にポンってそのまま突っ込んじゃう人なんですよ。今なかったけど結構入れがち、レシート。そうなの。だからちょっとカバンの中身チェックみたいなのされたらまずいことになってるかもしれないお財布の中にもレシートも入れるんですけど、なんかお財布ちっちゃいじゃないですか、私のお財布ちっちゃいから
もうなんかレシートすらも折りたたない、折りたたまないと入らないんですよ。なんかもうその折りたたむ動作がめんどくさくなってカバンの中にポイって突っ込んじゃう。そうなの、お財布ちっちゃいがゆえにカバンに入れちゃうそういうとこは雑なんです。そうなんです、そうなんですよ。だからさ、私カバンを結構そのまあ服に合わせてカバンを変えたりとかしてていろいろやるから、そのお財布とかその必要最小限のその持ち物だけをカバンに入れ替えたりするから、レシートだけがカバンの中に残ってる状態だったりして、だからこっちのカバンからこのレシートが出てきた、こっちのカバンからこのレシートが出てきたみたいになっちゃうんですよ。そうなの、だからちょっと汚いカバンの中今は大丈夫でした。あ、お財布の中、あのでもね、私2000円も入ってれば十分だと思っててそのなんかお財布の中にお金が入ってるとある分だけ使っちゃうんですよ私。だからいっぱい入ってれば余裕があると思って使っちゃうから、お財布の中身はなるべく少なめにする。なんか今日は絶対服を買うんだとか何々を買わなきゃいけないっていう時はまあそれなりに持っていくんですけど、そうだからお財布の中身はなるべく少なくする。そうなの、だからねすごい心配されるんですよ、なんかあったらどうするのって。なんか事故に巻き込まれたとか、そのお家に帰ってこられなくなった時にお金なかったら、そうなんかあったら困るからもうちょっと持ってって言われるくらい少ない普段。そうなの、だからね、あの泊まりの時とかも2000円だけ持って行っちゃう時あるんですよ。まあ下ろせばなんとかなるんだけど、確かに下ろせばなんとかなるんだけど、確かお財布盗まれたりとかしたらもう無理じゃないですか泊まりでも2000円で行こうとするから本当に危ないからやめてって言われちゃうでもそれぐらい少なくしないと使っちゃうんです。そうなそう、だからいつもそんぐらいです、少なめ。泊まり2000円はでも確かに危ないよね、ご飯代だけで終わっちゃう。いやでも本当新幹線で帰れる分のお金を持ってた方がいいと思いました。でチケットなくしたらね払えないしね、2000円じゃんだからまあそうですね、新幹線往復乗れる分ぐらいは持ってってってよく言われます、泊まりの時はだから危ないですね本当に、気をつけますというわけで、まあそろそろ時間なのでお金事情で終わっちゃった。こんな感じで、まあお出かけ、あ、お腹鳴ったというわけで、まあお昼ご飯も食べようかな、皆さんもお昼ご飯食べてくださいというわけで、お出かけ事情でしたそれではありがとうございました。バイバーイ。